サブチャンネルです。なんと福丸さんが5ヶ月に昨日なったということで、今日ねちょっと初めておもゆ、おかゆみたいなのをちょっと福丸に食べさせてあげたいと思います。じゃん、これちょっと見て見て見て、これ見てねえねえ、これ見て、これさ、食べ物なの。あなたがこれから食べるの。喋れないの？まだ喋れないんだ。そっか、辛いね。やっぱいろいろ思ってることとかあると思うけど、今日はさ、米を食べるのよね。ご飯ってすごいありがたいものでさ、当たり前のように今人間食べてるかもしれないけど、なかなかね、こう昔は食料なんてさ、お米食べるのもさ難しかったんだよね。それが今ね、すごいこう簡単にね食べられるようになって幸せなのよ。君は本当に幸せな時代に生まれた。そして幸せな家庭に生まれた。そう思われるように私もこれから頑張っていこうと思ってるよ。うん、あ、早く食べたい？早く食べたいね。よし、これね、お粥をご飯炊いてお粥にするじゃん。で、それをさらにまたなんか赤ちゃん用の離乳食ミキサーみたいなやつでドルッドルッドルッってめっちゃトロトロにして、もう粒が一切ないっていう状態。じゃあ福丸さん、初めてのお粥いっちゃってください。どうぞ。あれ、なんか出したっぽいぞ。なんか 今入れた分全部出してる気がするんだけど。あ、そう、で、もぐ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 って飲んでごらん。また出した。あんまり微妙なのかな。そういえば福丸お食い初めやったんだよね。そういえばサブちゃんも撮ったんだけど、どっかにデータがいっちゃってるんだよね。だから皆さん、サブチャンに上がってないと福丸にお食い初めやってあげてないんじゃないかって思ったかと思うんですけどね。めちゃくちゃちゃんとやりました。インスタの写真には載せたかな。もう私もなんかその動画の記憶とさ、あれでなんかこうごちゃごちゃになっちゃうよね。やったっけみたいな。食べられた？あんまりお気に召さなかった？でもこれがご飯っていうもの。ポン酢もね、あんまりね、最初は食べなかったけど、今はもぐもぐ食べてるから、これからね、いっぱい食べれるようになるからね。まだミルクの方がいいみたいですね。でも上手に食べれてよかったね。なんかさ、ウケるよね。何話しかけてもさ。やってるもんね。てか、この机見てください。この机と椅子超かっこよくない？超かっこいいの。下のこの絨毯も新しく買ったんだけど、これなんと牛の毛でできてるね。多分馬かな、牛かわかんないんだけど、何かしらの動物の毛、牛だね多分、出てきてて、これが黒のセラミック棒コンセプトってとこで買ったんだ。うーくんと一緒に選びに行ったの。まあちなみに君もいたけどね。みんなずっと寝てたと思う。どこ見てんのかな？何見てんの？あ、わかった。このバナナが気になるんでしょう。これちょっと脱いでみる？やっぱり。このバナナが気になるんだ。はい。あげる。いらないの？そう、そうそうそう。このね、椅子が来たってことで、また芝南家がかなり明るくなりました。明るくっていうか、かっこよくなりましたね。前はなんか木だったから、ちょっと暖かい系なんだけど、こっちはこうクールでシックでかっこいい感じになった。そっちのソファー側とのなんかギャップができて、すごいいい感じ。福丸さん、初めてのご飯
どうでしたか？初めてのご飯美味しかった？ずっとその靴下のバナナが気になってぶっさいこなんだけど、さっきはうーくんとちょっと電話して何してんのって言って、こうだよみたいな感じでテレビ電話をしたところですね。パンスも元気そうです。ということで、福丸くん初めてのおかゆ、おもゆを食べてみたでした。記念に動画も撮りました。ねえ、バナナ見すぎじゃない？そんなに気になるバナナが。ねえ、もうちょっとママの顔見てくれない？それ、撮ればじゃあ、はい、ほら。そこじゃない、そこじゃない。あ、撮る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 。あ、撮る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 。お、お、お、ゲッ。ゲットしたじゃん。ゲットしたじゃん、今手に持ってるじゃん。どこ行っちゃったじゃないよ、ここにあるんだよ、今。あ、どっか行っちゃったみたいな顔してるけど、一個消えたみたいな顔してるけど、ここに持ってるよ。君が今手に持ってる、ほら。あ、はい、持って。あ、やったー、バナナだー。今なんかあんま笑わない時かも。なんかみんなから見てポンスとプクマルのなんか違いってどこなんだろうね。私はもうそもそも全然まるっと違う感じがしてるけど、性格とかも。こっちの方がもう肝が座ってる気がする。まあ、ポンスもだいぶあれだけど、ポンスの方がビビリな感じなとこがあったりとか、恥ずかしがりなとこがあったりするんだけど、なんかそういうのがなさそう。わかんないけどね。私にもそこまでは。まあ、そんな感じで、福丸の成長が見れたということでね、私はすごく満足です。おかゆ食べれてよかったね。幸せだね。はい、ということでコンサブチャンネルは終わりになります。さようなら。また明日。